football fan の皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いになっています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間はエルド対フランス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。シュート、シュート、セカンドボール拾いたい。さあメッシ、絶対に一度受けると呼んでいった。ここはシンプルにクリアします。スルーパスを出す、シュート、シュマイケル、シュマイケル、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。フェルナンド・トーレスのシュート、いやポスト左をかすめていきました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。カカ、カカから左へ、このボール奪いに行きます。もう一度組み立てます。メッシからのパスはディフェンスが対応。ロバートソン、スペースを使う。メッシからのボールを守備陣対応しました。ここはつながりません。ベッカム、抜ければチャンス、裏へのスルーパス、打つか、ディフェンスこれを読んでいた。まあクリアが精一杯ですよね。ベッカムからエトウ、これはありません。チャレンジしたところ、これはファールではありません。このスルーパスは通りません。さあカウンターのチャンスになります。カウンターでしょ。エンクンクからカーカー、奪い返します。もしも切り替えも早いでしょ。ベルナルド・シウバからクリスティアーノ・ロナウド、ベッカム、このパスを防ぎます。ここは下げます。さあエンクンク、ベルナルド・シウバ、シュート、いやーよく取れましたよね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。エルダ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。仕掛けるか。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。おっとこれはカウンターいきますね。ここはファールを取られます。ドリブルで上がる。おっとこぼれ球、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。お互いに決め手を欠いた前半のゴールネットを揺らすシーンはありませんでした。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。エルダ対フランス、0対0のまま折り返します。サブスタチューションオンザフィールド、ナンバー22ベッカム、ナンバー9キックオフです。フェルナンド・トーレス、カミングオンザフィールドってますけど、ナンバー11ネスベット、ナンバー20
Karl Heinz Rummenigge. Substitution in progress. さあ一気にカウンター。フリット。フリットからフィリッポ・インザーギ。メッシ。ルンメニゲ。絶好の位置。このボールはカットされます。フォーデン、フランス、カウンターを仕掛けます。これをカットします。フォーデンからフィリッポ・インザーギ。オフサイドです。さあ、フィリッポ・インザーギ、ここは対応します。フランスとしては突破できませんでしたけどもね、受ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。The attendance for this match was 70,987. インザーギ、ミヒタリアン、サーフリーだ。これはクリア。さあこのセカンドボール、フォーデン奪いに行きます。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。裏のスペースを狙う、もうこれいいでしょう。繋い上げる、シュート、シュマイケル。いやー、いい反応でしたね北澤さん。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。クリアの対応です。マルディーニ、ロドリ、流れを止めます。インザーギが受ける。さあカウンターを仕掛けます。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですよね。見事でした。先制ゴールが決まりました。1対0。エルダとしてはいい時間帯にリードできましたよね、はい、残り時間を考えていく。同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、この失点で。フリットへ、オーデン、オーデン、またすぐでしたね。短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持っていきたいですよね。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。これよく取り返しましたよね、はい、取り返すだけのメンタルの強さもありますし、大きな一点になりますよね。シュート、シュマイケル。いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。残り時間少ないですから本当ここ大事ですよ。このチャンスどうだ。さあもうアディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは4分あります。裏を狙っていきます。さあフリット、ボールをフォーデン、ここで笛です。1対1。